あちらに演目が、次第が並んでおりますが、今日時間の都合でですね、寄席楽というのと、感動舞というのはすでにお宮の方で、奉納させていただきましたので、3番目に書いてある入虫という演目から、これは神勘定をする、まあ、楽だけの演目でございますけれども、そこからやりまして、巫女舞、剣舞、ぬさ舞、先払いの霧で、そして、今日は、宮司さんの方からもお話がありましたように、締め行事という演目、まあ、大締め神楽で、やる演目なんですが、私も実際やったことがないんですそして、まあ、宮司さんも見たことがない、まあ、私は幼少の折には見たことはあるんですが、自らやったことはないんですが、3年前ここで会った時にですね、県の方や、まあ、今日来ておられる山地先生、まあ、民族学会の方の代表理事をしておられますけれども、その先生から、沖神楽をもう少し、グレードを上げるためには今やってないその締め神楽、大締め神楽を復活させてくださいという宿題が出ておりまして、ようやく宿題提出の時期になってまいりました。私どももそのやったことない、まあ、見たこともないようなやつをいろいろ復活をさせまして、今日演じさせていただきます。その一連の締め行事、水戸開き、月の若出し、そして最後勘戻しという演目を、まあ、およそそれだけでは30何分かと思いますけれども、それをもって、今日の神楽の締めとしたいと思います、長時間になります。2時間ほどになろうかと思いますが、皆様お疲れだと思いますが、この山までお登りになったということは一つはその目的もあろうかと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。Thank you.
今のが緩むして、神勘定したで、神様はどこにおられるかというと、後ろの方は見えにくいかもしれませんが、神楽をやるところ時には必ず舞台の中央に、天蓋または玉蓋というものを作って、いわゆる紙でいろいろ作ってありますけれども、ここに神様をお呼びして、そしてこの神様が集まったところの元で、神楽を演じていくということでございますので、今神様をお呼びしました。最後の神戻しというところまで続けていきたいと思います。